英会話スクール、イングリッシュパートナーズのレイニーです。12th 意味は12日。さあ、この 12th の原型は 12, そう12なんですね。この12をまさに助数と言って12日とか12番目にとしたいときには、この V が F に変わって TH がつく。つまり 12th になるんですね。発音難しいから一緒に練習していきましょう。12th Very good. これは名詞です。例文見ていきましょう。今日は3月12日です。It's March 12th today. はい。It's March 12th today. です。えー、12日が 12th ってご存知でしたか知らなかった方、今日から覚えてくださいね。12th は12日でした。出張英会話レッスンなら、English Partners で検索、オンラインレッスンもやってます。